皆様こんにちは、韓中国です。読売新聞や ANI 新聞の報道によると、防衛省は2022年末に台湾からわずか 300km の沖縄県石垣島に陸上自衛隊のミサイル部隊を配置し、より長い距離を飛行できる対艦ミサイルを開発予定です。現在既存の地対艦ミサイルの射程 100km の3倍となるといいます。実際に配備すれば、南西諸島のミサイル部隊は計4拠点になり、他の3拠点はそれぞれ鹿児島県奄美大島、沖縄本島、宮古島に位置しています。今回の配備で石垣島は第一列島線の重要な拠点となります。石垣島は台湾からわずか約 270km しか離れていません。近年、中国の海軍軍備拡張により、東シナ海において頻繁に空母や大型駆逐艦で宮古海峡の通過や、意図的に第一列島線を通過することで日本側の反応を試しています。日本は2019年3月初めて台湾に近い沖縄県宮古島に03式中距離地対空誘導弾を配備し、宮古海峡を封鎖しました。当時、一部の軍事専門家は、南西地域の軍備増強と同時に、台湾と一緒に南西諸島の防衛で中国共産党軍の拡張を抑える意図があると分析しました。現在、長さ1200キロの南西諸島には4番目のミサイル部隊が配備されます。岸信夫防衛大臣はこのほどイギリス紙ファイナンシャルタイムズのインタビューで、北京が台湾を包囲しようとしていると指摘し、中国と台湾の直接的な軍事衝突を生じさせないように、何もせずに傍観してはならないと警鐘を鳴らしました。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。